ようこそ犬の行動専門家ドクトレーナー瀬方です。今回は動画をご覧いただいている方から質問のメールをいただいた、こういうのどうしたらいいんでしょうかっていうのをいただいたんで、それに対してお答えしていこうかなと思います。メールの質問どんな内容だったのかって言ったら、まあ時間ね、自分の自由の時間、そういうのが少ない中で犬を飼う人、これ飼い方についてどういった指標があればいいんでしょうかみたいな、ざっくりとねまとめると、そういう質問をいただいた。このメールの中の質問にあったんやけれども、まあ私ね、私の場合もまあ一人でやってて、ね、生活してて、そしてアレイさんを飼ってた時なんかやったら、まあね、時間なかったんやろ、どうやったんでしょうかっていうのは質問の中にあったんやけども、ちょっと私の場合は特殊で、自営業でね、こう一人でやってるから、アレイさんを一緒に連れ歩くことができてん。まあ実際に車に乗せて、ね、大阪の福島の方に行ったり、東大阪の方に行ったりだとか、そういう風にしていろいろとね、時間、直接触る時間はなくても一緒にいる時間があったから、ちょっと私のねこう話はなかなか参考になりにくいかなと思う。じゃあね、単身であって時間が取りにくいだったりとか、まあ共働きでも2人でいてもやっぱりちょっと犬に対しての時間がどうしても昼間では作れないっていう方に対してどうしたらいいのかな。そして私のお客さんも実際にそうやってね、単身の方で犬と暮らしてるんやけれども、どういう風にして生活が成り立つように作っているかっていうのをお話ししていこうと思います。メールにもね、書いていただいてた情報なんやけれども、やっぱその方もね、時間がない、その方もちょっと単身の方なんやけれども、いろいろネットで調べましたと。で、やっぱりネットの中では否定的な意見、おそらく単身者ね、その時間を持つ自由な時間が少ない人は犬は飼うなみたいな意見が多かったみたいなね、否定的な意見によく触れたと。まあやっぱりね、犬を大切にっていうことを主眼に置くと、やっぱりそういう意見にはなるよね。だからといって、ね、時間のない人が必ずしも犬は飼えないかって言ったらそういうわけじゃない。現実、やっぱり時間が少ないなりにもいろんなところで工夫しながら犬を飼ってるとか、飼えるような環境を自分で用意するとか、そういったことで犬と暮らしてるっていう方もいらっしゃる。じゃあこう言うとすごくなんか望みがあるのかな、すごく簡単なのかなって思っちゃうと、それはちょっとまた違う話で、やっぱり時間が少ないっていうことはそれなりに苦労はしてしまうよっていうのは最初に心には置いとこうね。やっぱり簡単ではない、それだけ手間暇がかけられないってことは何かしらの対価が必要になってくるからね。先ほどネットではこう否定的な意見が多いっていうことなんやけれども、それは結局はね、私たちとね、目的は合致してるのよ。どういうことって言ったら、そのね、単身者、時間がね持ちにくい人は犬飼うなっていうのと、犬飼いたいっていうのが対立してるかって言ったら、そこの部分で見てると対立してるんやけれども、お互い意見として持ってるのは犬を大切にしたいっていうのは持ってるやん。そうやってね、時間がない人は犬飼うなっていう否定的な意見も、根本には犬を大切にしてる、したい、考えてるやんか。で、そうやって時間がないなりにも飼いたいっていう人は、それでも根本に犬を大切にしたいっていうところがあるやん。これは必ず合致するところやんか。もし合致しないっていうならば、犬を飼いたい理由が自分の癒しになるっていうのが主眼に置いてるタイプやん。そういうのやったら、犬を幸せにしたいとか、犬をね、大切にしたいっていうのに目的がないから、そこはちょっと違う風になって対立はすると思う。でも、そうやって犬を大切にしたい、時間がなかろうとも自分のできる範囲のことをいろいろやって大切にしたいならば、やっぱり、ね、否定的な意見としても目的は合致するから、そこは諦めずにやっていけばいいんじゃないかなと思うし、実際やってる人もいるからね、それで勇気づけられたらなと思う。じゃあ実際にはどうしたらええねんって話やんか。まあそういう理屈は分かったけれども、じゃあ実際行動を移した時に、時間がないなりに犬を飼うにはどうしたらいいんかって言ったら、まず犬を飼うにあたっては、多くはペットショップで子犬から迎え入れるっていうのがセオリーになっていると思う。多くの人たちが経験している、ね、プロセス、辿った道のりやと思うんやけれども、そこを辿ってしまうと、もう最初からブブーって、おそらく無理なんだろうなっていう方向性に行ってしまいがち。どうしても子犬っていうのは、母親のような守ってくれる存在感っていうのが必要になってくるんやんか。それはそばにいることで満たされたり、ちょっとした不満をすぐに解消してもらえたりとか、そういう経験が必要になってくるね。どうしても朝行ってくるねって、で夕方夜ただいまってなってしまうと、バコーンと空いてる時間ね、犬が構ってもらえない時間が増えてしまって、その分やっぱりね、子犬っていうのは精神的に弱い存在やから不安になって、そこからね、いろいろ問題行動が出てしまって、で
うまいこと整理、あの生活が成り立たずに、やっぱり犬飼うのは無理だよねっていうふうになってしまうね。そもそもそうやって子犬っていうのは、手厚く守ってあげないといけない存在をほったらかしにするっていうのは、もうこれが生き物、子犬の、生き物と、子犬の性質上無理っていうのになってるから、まず子犬を飼うのを諦める。じゃあ、ここでね、あの、勘の言い方はわかると思うけど、子犬を諦めるんやったら、そう、成犬ね。大人になって成犬を飼うっていうのが一つの道のりになっていく。じゃあ、成犬なんやけれども、どんな成犬ね、大人になった犬でもいいんかって言ったら、そういうわけにもまたいかないね。ここにもちょっと注釈が必要になってくるんやんか。必ずしもじゃないんやけれども、大まかな傾向として二つね、犬のタイプがあると思っておいて、一つは和犬。日本犬ね、柴であるとか、北海道であるとか、四国であるとか、まあ和犬だね。日本国産のようなワンコちゃんたち。そして、もう一つは洋犬と呼ばれるグループの犬たちね。シェパードであったり、ラブラドールであったり、この子、ね、ヨークシャじゃないね、あなた。ジャック・ラッセルであったり。そうやって、ヨーロッパだったり、まあアメリカの原産の子もいるんやけれども、まあ日本以外の犬と思っといて、原産国が日本以外の、ね、犬。それら、要件って呼ぶとして、この2つのタイプがあると、じゃあどっちがええねんって話ね。これはもう和犬、ね、日本のこうタイプの犬の方が成犬であって、和犬である方が飼いやすい。飼いやすいっていうのは、時間が用意しにくい人たちにとって飼いやすいっていうことね。誰かしら飼い、誰にでも飼いやすいっていう意味じゃなくて、ね、時間を取りにくい人でもまだ飼いやすいタイプの犬だよっていうことね。ここで誤解しないでほしいのが、じゃあ日本タイプの犬ね、そういった犬はほっといてもいいんかって言ったら、そういうわけじゃない。それはもちろん違うからね。少ない時間なりしても、やっぱり犬と一緒に暮らして、犬を幸せにしたいな、自分のね人生の中で、犬と暮らしたい、お客さんの中でもいらっしゃるのやんか。 3.11 の地震があったわけなんやけれども、やっぱそれを見て自分の人生を悔いなく生きたいなっていう風に感じたと。犬飼いたいけど、なんとなくでこう我慢してたけれども、やっぱり自分にやりたいことをこうね達せずに、ちょっと、ね、先を追えるのは嫌だなと思って、やっぱりその思いで犬を飼ったと。やっぱりそれだけね、犬っていう生き物と一緒に生きたいっていうのは、好きな人にとっては夢やと思う。私もずっとそうやった、夢を持ってた。こうやってね、あの犬飼えるまで欲しいと思ってね、もう二十何年経ってからようやく飼えた。やっぱりね、幸せやね。で、やっぱそういう幸せっていうのは、犬を飼いたい人にはもう感じてほしいし、やっぱりそれで飼ってよかったなと思ってもらいたい。そのために我々がちょっとでもできることをね、アドバイスさせていただいて進めていったらなと思う。そのために和犬っていうのを、ね、時間の少ない人たちはちょっと飼うにあたってはすごくいいタイプになっていくんやけれども、これがどうしてかっていう理由ね。これも大きくね、日本犬だからこうとか、日本和犬だからこうっていうのは言えないんやけれども、大まかな傾向としては、日本犬っていうのはすごく独立心ね、自分自身だけで生きていくっていう感性がすごく強い犬やねんか。これはどういうことかって言ったら、基本的に世話される、常日頃ずっとなんかこうベタ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 触って暮らす、過ごすっていうよりも、まああなたあなたでどうぞちょっとご飯あげるから生きていってくださいみたいな、そういうことをされても、ああええよみたいな、そういう風なタイプの子が多い。あの年齢がナイスミドルの方々やったらわかると思うんやけれども、まあね、半世紀前は日本のね、犬との暮らし方っていうのは、家の中で犬がいるんじゃなくて、家の外にいるのが普通やったと。逆に犬がこんな家の中にいるのは考えられへんみたいな。やっぱそういう方もね、いらっしゃるのよ、お客さんの中でね。わかるよね、わかりますよね。そう、こうやってね、犬が家の中にいるなんてね、みたいな。いやー、なんかこう、けだものみたいな、じゃないけれども、そんな家にあげるなんて、とてもこう、考えられなかった。まあ、今の私たちで言ったら、あれかな、こう、土足のまま家に入る感覚なのかな昔からするとね。いやー、犬家におるで、って、あそこおかしいんちゃうみたいな。まあまあ、そういうことやったんやけれども、日本犬は、何が言いたいかって言ったら、日本犬は、そうやって、人と、今日別にしても全然平気なの。むしろそれで普通やし、それが心地よかったりするねやんか。だから自立心が高いと人に対する依存心が低いから、ある程度のね、ベタベタした時間とか、こう常日頃ずっと触ってる時間がなくても一人でも結構平気だったりする。
あくまで言うけど、これも個体差があるからね。日本犬なら全部 OK っていうわけじゃないからね。それは注意しよう。まあそれでまた日本犬が、おお、そうなんかね、なんとなくそういうタイプでいいのかっていうのが分かった。次、じゃあオスかメスかっていう問題ね。これもよくあるんやけれども、メスの方が女の子らしくて、こうおとなしいとか、オスはやっぱりこう、なんか群れ関係でちょっとボスになるから飼いにくいとか言うんやけれども、まあ私がね、一つ提唱してるのはやっぱりね、性別。性別。そう。人と犬の性別の話ね。私もよくね、こう思い返すと、そうだったなって思い当たる節があるんやけれども、異性のタイプ。例えば私は男性であると。じゃあこの子が女の子であったら異性になるやんか。逆に今動画を見ていただいている方が女性やったら、オス犬が異性になるやんか。そう言って異性になっていくと、少し犬の方がね、何かしらのこう甘えたのね、様子っていうのを出してくる。そういうことがね、まあまあ見受けられた。なんだろうね。やっぱりこう社会性をね、人と犬はある程度共有できるから、そういった社会性ね、男性と付き合う、我々男性が男性と付き合う、もしくは女性が女性と付き合うっていうのと、異性と付き合うっていう感覚、そういう感覚もある程度犬は持ってると思う。だから何が言いたいんやって言ったら、異性の犬を飼うと少し言うこと聞かないとか、ぐずったりして、もうってこう手を焼くようなことをしてきて、でも人間からするとその手を焼くようなことが可愛いな、ちょっとこいつ俺がいなあかんのかなみたいな、そういう思わせ方を、匂わせ方をしてきたりするねやんか。やっぱ私もまあね、オス犬を飼うとまあなんか、うん、お前ちょっとそんなするなよみたいなビビって言えるけど、なんかメス犬やったら、うん、可愛いってちょっとやんちゃしてるけどそこがいいみたいなさ、いやいやいやってお前基準ブレブレやないかいみたいなさ、そういうとこになっちゃうねんけど、やっぱ可愛いねやんか。あ、女の子っていいなみたいな、なんかこうデレデレって鼻の下伸ばしちゃうわけよ。オスやったらもうあかんか、そんな許さへんみたいなビビって、まあ、ちなみにアレイさんオスやから許されないんやけれどもまあそうは言ってもね、毎日だいたい3時ぐらいから起こしてきて布団入ってきてね、そろそろ散歩なんやけどって、私の布団の周りチャカチャカ爪音立てて歩いてもうるせえなってするけれどもねまあそれは置いといて、自由な時間が少なくてもいいのね、欲しいなっていう人で、どういったタイプを買えばいいんやって言ったら、まずは成犬、そして日本犬、そして自分との同性で、この3つを守ってもらえると、少しね、飼いやすいタイプの犬に当たるんじゃないか、当たりやすいんじゃないかなと思う。で、まあ そもそもじゃあそんな犬どこにおんねんって話やんか。ペットショップでなかなかさ、子犬しかいないのに成犬、しかもね、自分と同性で、しかも自分が好きな犬じゃないけれども、そうやっていろいろ条件をつけていくと、まずペットショップではぶち当たらないと思うね、お前理想ばっか言ってないやん、現実手に入らへんやんってなったら、ここはもうええー、ってなっちゃうから、これもねちょっとお話ししようと思う。これやっぱりペットショップやったら、さっきのね3つの条件っていうのに当てはまる犬なんてそうそういない。じゃあどこから、ね、入手していくの、どういうふうなところにこう頼っていったらいいのかって言ったら、ブリーダーね、繁殖者、そういったところに問い合わせていくとかなり見つかりやすいんじゃないかなと思う。ちょっと私がねこれ検証してるわけじゃないから申し訳ないけれども、ブリーダーであればまだ成犬でちょっとこういうの探してんねんけどどうみたいな、そういう話ないかなみたいな、気軽に聞いてみたらいいよ。もしそれで断られるんやったら、もうそこはもう連絡しないですね。もうお前んとこ行くかべーってしたらいいから。もうそんなんね、あのプロの人に断られたから、ああ自分がダメだって思う必要ないからね。あのお客さんを大事にしないプロなんかはもうね、そいつは人間、あの商売人資格と思ってもらったらいいよ保護犬とかね、そういうのもね、あのもしかしたらいいんじゃないかなって考える人いるかもしれんやけども、おそらく保護犬は難しいと思う。保護犬に関してはそのどういう条件ですか、あなた今収入じゃないけれどもどれぐらい金銭ありますかだとか、自由な時間はどれぐらいありますか、この子に日中かけられる時間はどれぐらいですか、何時間以上家開けませんかみたいな、そういう細かなね、いろいろなこと条件としてちょっと提示してきたりするから、保護犬は難しいんじゃないかなと思う。もちろんね、全部の保護団体がそういうわけじゃないから、まあもしかしたらね、いろいろ探すと見つかるかもしれないから、それも一つの手段やと思う。私のしつけ教室で、じゃあ単身の方はどういうふうに仕事と生活両立しているかって言ったら、もうね、もうさっき言った二つの条件を自然と満たしている。一つは同性、ね、自分と同じ性別である。そしてもう一つが性犬である。この二つ満たしている。で、
その方もね、ワンコちゃんはちょっと要件なんやけれども、それでもやっぱりある程度のそのしつけであるとか、ね、暮らし方が身についてると、犬は案外平気でね、留守番してる。ワンコちゃんなんか聞くとなかなかハードっていうか、すごい、暮らし方っていうか、国すら超えてきたから、どういうことって言ったら、ちょっと以前は、他国で暮らしてて、って言って、日本で暮らしてなかったのっていう。ああすごいなって他国で暮らして、そして関東の方に移り住んで、そしてそこから一人でまた東京の方に来てって言って、ほーなかなかハードだね君ってよくいろんなとこ見てきたんやろうねって、どんな世界覗いてきたんかな、教えてほしいなとは思うやけど、そうやって実際に単身者でね、こう朝仕事行って夕方帰ってくるっていう生活でも成立している、生活が成り立っているっていう方もいらっしゃるからね。じゃあそういう人たちの犬をね、取り上げるべきかとか飼うべきじゃないかって言ったらそうじゃないの。やっぱり犬はその生活でいいって言ってるし、まあいいって言ってるかはわからないけど、少なくとも変な不満はないわけね。分離不安に代表されるような留守番の時に一人ギャーギャー騒ぐとか、そういうのもね、しつけの中でちょっとずつ減っていってるから、まあ世の中に変なこう時間があるのにうるさい犬とか、飼い主さんの時間があるのにワンワンうるさい犬とか、そういうより犬たちよりかはよっぽどいい生活っていうか、精神的にも落ち着いて、ね、穏やかな生活は送れてる。こういう風に暮らしてる方もいらっしゃるし、私が訓練所に勤めてた時なんかは、仕事が、飼い主さんの仕事が忙しい時は、訓練所にワンコ何ヶ月も預けるっていうのもあった。実際ずーっと、君ずっといますね、みたいな。でたまにね、飼い主さんが日曜土日とかそういう祝日とかの時にこうやってね、面会に来てくださって、おー元気しとるかーって、もうちょっと今忙しいねーとかね、ちょっと散歩行ってくるみたいなね、行かれて、あー行ってきたなーって、そしたらまた帰ってきて、でまたお願いします、はい欲しましたーって言って、でまたわさわさと私たちが世話してるっていうの。まあ犬からすればそれってどうなのっていうところもあるんやけれども、犬は犬なりにもうそういう生活なんやって思ってるから、もう受け入れてる。犬っていうのは変化を受け入れることがかなりしやすい生き物やから、無理がないのよ。あ、こういう生活なんですね。OK って言ったらもうそれでいいわけ。だからそういう生活がね、成り立つように、訓練場の生活ではこう私たちがいろいろフォローしたり、犬と遊んだりなんやかんやして、ここの暮らしも苦しゅうないみたいな思ってもらえるように働くわけね。だから犬がそういう生活でも受け入れてくれるわけ。まあ、いろいろとお話しさせていただいたけれども、やっぱりね、時間が少ない中でも、やりがいはあると思う。時間が少ないから、じゃあね、政権でもほったらかしにしたらいいんかって言ったら、やっぱそういうわけにはいかなくて、しつけっていうのが必要になってくる。犬と関わって、どうしたらいいのかな、こうしたらいいのかな。で、この子の、ね、自分がそうやって迎え入れた子が、どういったことに対して喜びがあるのかな、ないのかな。自分がじゃあどういうふうに表現したら、この子にストレスがないのかな、いいような生活を感じてもらえるのかなっていうのは、しつけの中から学んでいかないといけない。私のしつけ教室ではね、そういうのをやってるんで、またね、右下かな、なんかコメント欄のところを覗いてみてやってください。それでは次回の動画でもお会いしましょう。Q&A ありがとうございました。それじゃあねー、バイバイ。